はい、で次にこの写真を考えてみたいいと思いますもう本当に普通の写真ですけどもこう人としゃべったりしていてその人の顔を見る時にいろいろ考えることはあると思うんですけども、まあ、人とこうしゃべる時はこう目を見てしゃべりなさいって言いますけども実際に目を見てみるとこう周りの景色が映り込んでるということに気づいたことも皆さんあると思うんですけども。 もっと極端なレディーはコロンビア大学にいた頃の友達なんですけどもこう顔写真を撮る代わりにこう目にズームインして写真を撮るとこんなふうな世界が広がっているわけですねまるでこう、えー、道にある突面鏡を見ているかのように周りがきれいに映り込んで自分の方に見えている。 で実際にこれ何が起きているかと言いますとこう人間の黒目の部分が角膜っていうんですけど角膜がきれいな突面鏡みたいになって、まあ、涙の層があるので水っていうのはフレネル反射しますのでそれがこう反射鏡としてこちらにこう周りの状況を映し込んでいると。で実は大人の角膜っていうのは皆さん同じ大きさでして円盤,円盤をベースとする底とする楕円体を切ったものになってるんですけども。 この角膜の大きさっていうのは11ミリ大体直径11ミリなんですね。で円なのでその縁をこう画像内で認識識別検出してやると、まあ、円なのでこう目が傾いてどっか向いてると楕円に遮蔽されるんですね。でもその楕円の長軸と短軸の比からどんだけ傾いてるかというのを計算できるんです、ね。ということはこう人の顔の写真を撮って 目の角膜の縁を検出してやると、それだけから目がどこにあって、どう傾いているか、要するにどっち見ているかっていうのを計算できてしまうんですね。それができると、周りに映り込んでいる景色を、こう、非常にこう、えー、視野角の広い全周画像として復元。まずできます。そうすると、このその人がどこにいるかなんてことがわかったりします。 さらには目が向いている方向要するにその人が見ている方向を計算できるのでこの全集画像のうちどこを中心にものを見ているのかその人が見ているものを画像として見ることができます。中心が視線方向なのでこのようにこの人は私の言いつけ通りこりカメラを見ているということがわかるわけですね。要するにこうその人の目玉の中にカメラを埋め込まなくて,その埋め込まなくてもその人が見ているものを画像として見えてしまうと。 いうことです例えばこの例でいきますとこう,こうやって縁を探してやるとそれだけからこのようにあこの人は、C、あのコンピューターのモニターの前に座っていてしかも真ん中が自然保護ですから CNN のロゴを見ているるなとうことがわかるわけですさらにこの人は黄色いシャツと黒いシャツそれぞれ違うシャツの色を着た人の2人の人に囲まれていてそのうち黒いシャツを着た人の顔を見てる。 しかもその人が笑い微笑みかけてるってこともわかるわけです。この例の場合はこの人はビリヤードをしていて真ん中見てる方に黄色い玉が来ているので黄色い玉は一番なのでまあ何かしらビリヤードのゲーム始めたばっかりなんじゃないかとこう場面の解析までできてしまうわけですね。ただ目を見ているだけで。で一、えー、枚の写真でできれば当然ビデオでもできるわけでこのように。 この映像から計算したこの人が見てるものって常にバスのお尻なのでああバスを追っかけてるんだなっていうことが分かりますしこの例では喋ってる人の方を向いていて自分が喋って今度は喋り始めた人にこう視線を移してるなんてことが目を見てるだけで分かるわけです。 さらにはことがでできるわけでこれは150年以上前に撮られた写真なんですけどダゲロタイプといって初めてのカメラのタイプですけどもその,この写っている人の目を見るだけでこのようにその人の人前に広ががってている世界が見えてしまう,というわけです。まあ、まあ古い写真なのでこう非常に流度が低いですけどもこのようになんとなくこうシルエットがありますよね人の。これはカメラマンそのおじいさんの前に立ってたカメラマンでその頃は最高のために窓があって。 その窓の横に人がなんとなく座っている姿も見えてしまうと150年前の写真のこっち側が見えるということを示しました。 さらには昔撮られた写真で目の中の解像度が低くてもこう周りの光源状況っていうのは掘り起こせるので例えばグレゴリー・ペックのこの目玉から光源状況がわかるのでその光源状況を用いて私の友達の顔をレンダリングして埋め込んですり替えてしまうなんていうこともできるわけです。まあこのように目を見るだけでもいろいろなことがわかりますのでこうまあ気になる方は常にサングラスをかけてた方がいいかもしれません。